まあ、ここオン。よし。すいません、お待たせしました。これでいいかな。ちょっと待ってください。まだ GoPro の方の、GoPro の方の準備が終わってなくて。この壁、どこの壁か、皆さんならご存知ですよね。ちょっと待ってください。イエス、コンビニの前。ちょっと待ってください。こうで、時刻で、イエス、セブン。血のっていうとこです。これで、難しいな。これで GoPro 見えてるか。これでどうだ。マリオさんは見当たりません。こう、近場じゃなくてですね、特急で3時間ぐらいかな。長野県の内野に来てます。これで映ったかな。で、よし。5秒。あ、昼食べました。この近くのレストランで。パスタ。そう、遠くに来ました。あ、ラグ5秒。録音はもうスタートしていて、で、GoPro も録画中で、今ここ、今出しました。これで全部やったかな？大丈夫かな？泊まりです。こんにちは。何の儀式。高画質録画を今、同時にやっていて、あ、ビーナスライト逆の方です。四つ目の人？四つ目の人って何だろう？いらっしゃいませ。絡む絡む。ボーナスライン、時期的に。こんにちは。印刷の準備。そう、信州です。夜はですね、山の上の、あ、延長すいません。これ一般枠なんですよ。どうせ山の中に入ったらもうすぐ切れるんで。あと FMLE も、例によってまた失敗し始めたら、枠取り直すことで治るんで。手間かかってない。よし、できた。これでもう全部準備完了かな。今ここはですね、あけぼの随道交差点ってとこです。さっきのそっちにある、ステーキレストランでパスタ食ってました。だいぶ時間経ったな。もう1時近いですね。あ、ツイッターご存知で。山の中ではもう超切れますよ。また切れちまったよとか言いながら。あ、そう、サイゼリアはちょっと避けました。だって中山だってちょくちょく食ってるし、サイゼリアの向こうのパスタ食いました。で、あ、そうだ、ちょっと自慢というか、嬉しかったので見ていただきたいんですけど、あれ、今ここダメですか。あれ、そう、これ都会です。こんにちは。これから山の中入ります。ですね、これで見え、これで、あ、そうだ、ライト、これです。これで見えるかな。そう、イートレックス30ってやつで。見えますか。ガーミンこれ2万2000〜3000円だったかな。これ国土地理院のデータ、画像データ取り込んでるんですよ。すごい見やすい。これまでオレゴンっていうやつ使ってて、UUD っていう、使ってたんですけど、地図を。使いにくい、実は。何が使いにくいかっていうと、ちょっと待ってください、操作して拡大して、そう、新しい兵器、ピカピカです。これから傷がつきますけどね。この地理の地図、結構面倒です。ちょっとそれはこれから、おいおい説明しましょうか。タッチパネルが絶対いい。すっごいこれスティックポイント、スティックポイントっていうのかな、操作しづらい。地図のスクロールがさっとできないんですよ。これ多分省電力のために CPU 遅いと思うんですよね。オレゴンより明らかに処理速度というか表示速度が遅い。ただし単3、2本で交渉25時間持ちます。丸々1日。あ、日本語版じゃなくてですね、英語版で日本語フォント入れてます。さて、そう、無双強化しました。シンクパッド、あれがスティックポイントって言うんでしたっけ。よし、パッドサイゼリア、サイゼリア25時間。まあ交渉なんで、どうだろう、4分の3ぐらいだとしても18時間ちょい、
ぐらい持つんで、これだったら丸1日放っといても大丈夫です多分。あ、そうだ、ライト、バックライトは消しとこう。バックライトなしでもすごい見やすい。あのオレゴンはタッチパネルのせいか、あ、宿配信実は電波ない宿です。多分オレゴンの方はですね、液晶がタッチパネルのせいか、あのライトなしで反射で見ようとすると見づらかったんですよ。でこれはあのタッチパネルじゃないせいなのかどうかわかんないですけど、見やすい。ライトなしでずっと昼間あの外でバッチリ使います。じゃあとりあえず予定ルートまで戻ろう。頑張ってますね。あ、さすがです。頑張るというかここまでは列車できました。あ、今ここダメですか。そっか、うん、ボーナス前から、あ、いやこれに、あ、日本語版だと本体だけで 4,5 万ぐらいかな。コンパクトですこれ。うん、こんにちは。ん125ん、オーバークボタ。そっか、私ですか。いや、それは特にないと思いますけど。で、今日は秋葉街道じゃなくて、この辺りをぐるぐる回る感じです。ていうか、今日の宿まで、あ、涼しいです、こっち、今。日が照ってないせいですね、多分。だから山の上行ったら寒いかもしれない。チンサマロードですか？ん？チンサマロード？なんだ、チンサマロードって。今日あの、ね、睡眠時間をバッチリ取ってきたっていうか、本当は始発で出てくるつもりが、3時間ほど寝坊しまして、配信機材の見直しや故障に4年がないですね。配信、あ、そっちの方か。まあ物欲もありますけどね。いや、寝袋は持ってきましたけど、テントじゃなくて山小屋というか、ひらが、新州でひらがなで茅野で山荘っていうところに予約しました、さっき。こんにちは。うん、雨降られるとちょっとやばいですね。オレゴンの方が使いやすいですか？使いやすいオレゴンの方です。大賀と美ヶ原は反対側ですね。あ、あのタッチだ、ドラえもんと。あのタッチだ、あのロゴ。そうですよね。どうだろう、3、40代じゃないと分かんないかな。あのタッチですよね、漫画の。あれゲーセンらしいですね。麻雀ゲームばっかり置いてあるゲーセンなのかな。あ、場所分かります。あれ、何これ、こっち側なのに車道だけ赤になった。あ、ですいません、今なんかそこにタッチ、もうちょっとまっすぐだ。ここは茅野、長野県の茅野です。で、そうだ、あのさっきの今ここダメみたいにですね、 Z さんにも一言も何も言ってないのでっていうか、 Z さん今日は何て書いてあったっけ。なんかイマジネーションが湧くので午前中は仕事をって書いてありましたね。そう、これから山の中に入ります。その諏訪大社はどこにあるんだっけ。あ、処分利益か。あ、どこから。いや、第4くらいってすごいな。アクティブ数でしたっけ、あのくらい、ラインは。ノートパソコンのウエストバッグに小さいの入れてます。アトムの Z550 っていう CPU です。一番楽しみにあの今日泊まるところ、ん、捕まえる、誰が捕まえようとしてるのは。明日の、いや明日ですね、今日これから 1,2 時間経ったら山の中に入って電波なくなって、で今日泊まっ、あ、明日雨、こっちは晴れ予報でしたけどね。で明日のどうだろう、午後ぐらいになってから電波が入る、あのフォーマーの電波がある場所に出てくるのかな。あの今日行こうとしてるとこ本当にフォーマーのエリア外なんですよ。なので放送というよりは単に自分が来たかったから。あと今日ですね、電波なくなった後も一箇所だけもみじっこっていう、あ、だと明日ちょっと予定してるんですけどね、宿も電波なしです、フォーマーの電波。他の
キャリア入るのかもしれないですけどね。電波なくなると寂しいでしょ。電波、いや、もともと私は一人で走ってたので寂しくなかないですよ。全然寂しくないですよ。ちょっとも全く。まだまだ電波届かないところがあるんですね。そう、今日のところはまあメジャーじゃないにしろ観光地にしてはないですね、あの電波が。お、早速ルート間違えた。しかしやっぱり地図は見やすい。どうしようかな。早速間違えましたよ。で、この周辺をざっと見回すときに操作しづらいんですよね。まあ、まだ戻っていいな。あ、フラットハンドルの人だ。スペシャルページ、そう、1年前やります。現在地今どこだろうな。タッチパネルじゃないの。あ、タッチパネルじゃないんですよ。まあ川沿いに行きゃいいな。この先通り抜けできませんか。どうしようかな。写真いっぱい撮って週明けの振り返りお願いします。写真、そうですね。あと GoPro の映像も撮ってます。あの ビデオカメラの。あれ、こっち川沿い道がない。で、向こうにあの雪山、あの雪がまだ残ってる山が見えてます。あっち方向だとどれアルプスなんだっけ。南アルプスだったかな。画面の見やすさは迷子には関係ないことが証明されました。画面の見やすさ、そうですよ。頭の上のオプーナみたいな影なに。オプーナみたいな GoPro、 GoPro HD ヒーロー2、あのヒーローになれっていうキャッチです。 ビーアヒーローだったっけ。早朝現地、ん、前髪早朝現地。うわ、水きれい。おってほどでもないかな。ちょっと濁ってるけどなかなかきれいですね。この鮮やかな色の水草が。飲む。ちょっと厳しいかな。あ、そう、今日3時間寝坊して、で2000円ぐらいの特急料金払って、2時間短縮しました。だから本来の予定からは1時間遅れくらい。いいよ。よし、予定ルート通りだ。お、いらっしゃいませ。おはようございます。スーパーロボット対戦中高。あずさに乗ってきました。風がなんかちょっと向かい風ですね。天然水だろ。天然水かな。もうちょっと山の方に行ったら雪解け水になるのかな。あ、登山全然やったこと。あの富士山登ったことしかないです。こんにちは。農業ですかね。ん、2号。2号とは8時ちょうどのあずさ2号で、贅沢ですね。あずさ取るなんて旧型。そう、あぎがつさんいらっしゃいませ。あずさは寝坊したのでやむなく乗ってきました。寝坊は大人の力で挽回したわけですね。寝坊、あの普段最近仕事で、あの普通会社に行ってる時でもなんか3時間寝て起きることができてたんですけど、今日は医者側は今日は見られないかも。今日は全く気づかなかったな。あ、2号は上りの方か。おじいさんが。あずさ2号、お、この辺りかな。あで、さっきあの好きなとこにまた昼ご飯に入って食べたりして、やっぱり休日に、休日はこういうことやるのが一番楽しいと思ってました。さっきあの放送する前から。ん、旅に夜は、うんですね。特にこの、あ、これ一応蓋あるのか。あ、予定ルートは川の向こう側だ。編集、それも結構楽しみですね。いや、ワクワクはなんかこっち来てからテンションがちょっと上がりました。ん、何歌う。お、いらっしゃい。ツアギター、今の中央道かな。ミツルミ。女性以外は完全なるリアミツルですね。ツワコサの機関。女性以外は。日光がきつくて。意外はって。
ん？な、何がきつくなくて輪行かな今のは。あ、ちょい砂利だ。気候は結構涼しいです。ただこれから日が照り始めたら、アイデンション走り。相変わらずあんま走ってないんで。よっと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 。電撃入籍って本当ですか？電撃入籍、初耳です。そこのとこ詳しく。今日は何時まで放送しますか？今日は1、2時間でもう電波切れてしまいます。田舎の匂いで、夜も放送できないので電波なくて。ん？なんだこりゃ。ああ、体重ちょっと1ヶ月以上測ってないです。でも最近ふっくらしましたねとか言われますね。久しぶりに会った人から。まあ具体的に言うと、あの H さんから言われたんですけど、昨日変なこと、まあ GoPro 映ってますから。おお、デブ。明日は午後からだと思います。エッチさんの映像は公演じゃダメですよ。音量400、エッチ豚が通ります。音程2、ブブブブヒヒ、イカ役ライブ、今のデコポタですか？お父さんがすごいデジーシュ、今ふっくらと首からぶら下げてたの。あ、お腹結構前からふっくらしてるんですけどね。少年野球初打配信来た、混ぜてもらおう。声出していこう、指導していきましょう。 Z さんの営業もっとその、なんだっけ、脇を締めるんだっけ。もっと脇を締めろ。なんかよくわからないけど、とりあえず脇を締めろって言っとけばそれっぽいですよね。脇を締めろとか、あの、もっと踏ん張れとか、そういうこと言えば。カットバス、昼飯パスタ食いました。野球得意ですか？野球得意じゃないです。あ、おっとっと、よいしょ、電波かな。よっと、戻ったのかな。これ宮川っていう川なのか。じゃあちょっと川の向こう側に。どれどうですかね。あ、秋吉台、ありがとうございます。コースは、そうですね、諏訪です。諏訪のあたりの盆地みたいな感じ。ハンドルに、サウンはサプライとかなんか出してなかったかな。ハンドルマウント道具は、ハンドルマウントは結構選択肢あると思いますよ。ここは、この辺りは何度も来てますけど、今日行く道合ってます。今日行くところは有賀峠っていうところを含めて初めて。あ、スマホハンドル、あ、スマホ載せるのか。スマホ載せる場合は、なんだっけ、ミノーラが出してますよね。私使ってるやつはミノーラ。うわ、また道ないな。てか砂利道しかないな。スワコ最高。スワコ。大抵、ありがとう。向こう行くか。ありがとう。関西圏に行くとハンドルに傘を固定させるのが流れ言ってた。ハンドル傘固定は。ああ、そうそう、ありがとう。自分で言っときながら今何のこと言われてるか分からなかった。そう、ありが峠。忘れてました。明けましておめでとうございます。ん？あ、おめでとうございます。iPhone タイプはいっぱいあるけど S01 と買わないな。ありが S01 は何だっけ？ Android かな？ありがとう、ポポポポン。ありが峠。水陸用用。ん？何山？ありがとうさぎ。ありがとうさぎは何だっけ？聞いたことあるな。あ、そうそう、サスベ、傘固定するやつ。いかんな、なんかコメントに今流されてるというか、あの、自分で言いたいこと途中で言えなくなってるな。もうちょっと。コミュレベル、あ、私3年間やってます、これを。で、あの、長期旅行とか、丸々1週間放送し続けたりすると急に増えるんですよ。でも本当はコミュニティレベル大きくなると、いろいろと面倒なことになることが多いので。できればリセットしたいところではありますね。今日は長野県です。今日朝は長野県だけ。今ここはサーバーが落ちてるのかな。イベラノが垂直にできそう。のどかです
あとは、アンドロイド。あれ、カメラ外付けできればいいんですけどね。頂点とかそういうのは嫌だ。ピグロー、まあ、変に気にしてるだけかもしれないですけどね。あ、助練ありがとうございます。でも本来の目的は自転車に興味が、あ、自転、あ、夏休み出てます。本当は夏休みだめだ、やっぱりコメントに頭が流される。本当にやりたいことは自転車旅行の趣味がない人にそれを観戦させること。そう、コメントに、この道沿い全然細路ないな。どうしようかな。飲み会で発言できないもどかしさ。飲み会で、ああ、それも結構近いかも。こっち横の方行くか。俺のコメントで混同しているぜ。混同。コミュレベル上がったらサブアカ買わざるを得ない。サブアカ。私はサブアカ1個持ってますよ。ロボカッコタイムシフト6が、コメント取得用っていうのがあります。蒸し暑いですか？あ、蒸し暑さ、今のところもないです。夕焼け小焼けラインを朝走ってきました。どっか豆腐屋さんがいる。あ、自転車ありがとうございます。棒読みの音が大きい。ぜひそのまま。豆腐屋の棒読み、ちょっと大きいかな。昭和っぽい豆腐の音、豆腐屋のような音が。あ、近い。パープ、車かな。やっぱ四国は何度か口で今パープって言ったな。違う、豆腐って言ったのか。あ、豆腐って言ってんのか。豆腐屋さん、豆腐って口で言ったのかと思ったら、いや、あの店は豆腐湯葉移動販売中1号車。店の名前書いてないな。これは買わないと。宮城県発長野県なんとか。まあ自転車はあんまないですよね。ああいう重たいもの、水物だから。バッテリーは今回拡張バッテリー2個持ってきてますけど、1個ちょっと死にかけですね。軽トラ、まあ大体そうじゃないですかね。あ、豆腐もゆっくりボイス。この間配信回収がゆっくりボイスになりましたね。コメントで教えてもらった後に見たら、なぜか3月にアップロードされたそのゆっくりボイス配信回収のニコニコの動画が、なぜかニコニコのトップ見に行ったらそこに上がってたっていう。なんで今上がってんだろう、順位が。豆腐屋、たまにリアカーの人もいますけどね。もうあれは多分近所で売ってるだけなんですよね。あ、いかん、あ、いかんっていうか、まあいいか。いや、すいません、また GPS 見てなかった。ちょっと行き過ぎた。緑、この辺りは田んぼと畑ですかね。スーパーまで100キロくらい、話題の動画ってので紹介されてた。話題の、あー、ロボさんの妖精は自転車で豆腐売るんですね。自転車で豆腐、自転車もいるよ。その頃どうなってるんだろう。自転車いますよね。あ、自転車もいますよ、ね、リアカーって言ったのか。私は豆腐はお椀持って買いに行くもんだ。自転車で売ってるのはそういう見たことないな。ヘッドマウントガーミンがあればいいのにね。ヘッドマウント、ヘッドマウントガーミンが一応そう、これは注意力は今削がれてる状態なのでやばいですね。事故ったら言い訳できない。イージーパッチ使ってみたが便利だった。イージーパッチ結構いけますよね、普通に。ダメやか。豆腐リスト。道間違えるのはいつもだし。いつもですね。どうか。どうか、今のは日の宮ぐらいですね。あ、リモートスーパー、これかエコープ。サイバーナットリスト。これもうちょいまっすぐ行ってから左か。水に落ちるなよ。あ、ロってのは矢倉のことか。ロ。ヘッドマウントガーミン危ないだろ。ヘッドマウントガーミンっていうのはどういう。うん、永住したい。
いとは思わないってことかな。まあ不便は不便ですよね。私は逃走中に事故ったらサイバーサイクリスト保安で規制されるよ。これ左かな、保安で、よしここだ。老後はこういう静かなところがいいよ。あ、老後はっていうのは確かにあるかもね、あるかもしれないですね。団長、そのテレビ見てないせいか、団長さんという芸人さんをよく知らないんですよ。日野翔平さんも一回見たことしかないテレビで。あ、そうだ、この間あのその BS デジタルかな、 BS の受信の話で、後でコメント見たら、私が完全に無視してた、なんだっけ、ナスネか、BS も録画できるあのナスネっていう製品がトルネと並行して出るらしいですね。ん、鼻が、おお。おじいさんですね、結構。あ、もう30分過ぎるか。70歳くらいまでは田舎の方がいいな。お、いらっしゃいませ。足は動けるうちがいいね。ナスね。あ、そう、ナスね。ナスはネットワーク、なんだっけ、アクセスだっけ、ネットワークアクセスストレージ？なんだっけ、ネットワークなんたらストレージ。向こうの雪山見えてないですよね、放送だと。予定ルートこれか。あ、女たらしらしいですね。スマホから、そう、ナスネ自体がまあデッキみたいなもんで、それを外から操作したり、あと外からデータ見たりするんですよね。再生機能はないらしいんで、再生は端末側で、そのナスネからデータを読み込みながらやるっていう。ナスネ、あれか、ナスのか。延長詐欺はないです。なぜなら延長ないから。これは一般枠です。クラウドが、ああ、なんかあったっけ、ツイッターで。うわ、すごい水草。ロボさんも女ったらしになりましょう。現在にはなんかみっしり生えてますね。あ、現在自動出てないんですけど、まあ茅野市かな。かわいい小川だ。小川がですね、水草で、ね、水草でいっぱいになってる。7月ですよね。配信たらし。配信を垂らすのか、垂らし込むのか。そう、ナスネ買えば。ここの旅は、今どのぐらい見逃してんだろう。秋のシリーズ、今もやってますよね。おお、この橋いいな。ん、エコいた？エコ。諏訪湖は市街地が目の前に、目の前というか、周りが市街地ですからね。欄干引く。垂れ流し。砂利道行くしかないか。予約枠と、うん、諏訪湖近いですね。予約枠してもどうせ1時間かそこらしかもう電波ないので。サウシリーズか、つぐみ。あ、お疲れ様です。じゃあ次枠取ります。ロボさんのオタマジャクシは一種の中で泳いでいかやく。ゲスだな、ゲスだな。向かい風が。茅野、ちょっと船が、なぜか船が落ちて死んでた。何今の。川から跳ねてこっちまで来たとは思えないし。ゲス野郎。じゃあここで次枠。おお。続きでいけるかな。GoPro のファン、これ私がベラベラ喋ってても急に黙り込むことになるんですよね。
っとこれで大丈夫かな。これで OK。 ファクトリツダメか。ああ面倒だ。と、押し替える。一個一個取るのはかなりめんどくさいな。放送 ID を FML 以外にコピーペーストしてスタート。スタート。お帰りなさい。和骨、和骨です。キャロボさん。よし、いらっしゃいませ。うん、ちょい上すぎかな。こんぐらいか。カメラ消すの忘れてやっちゃったらダメですよ。うん、消すの忘れて。よりこっちのがいいな。連続枠より、あれそうですか。F5 余裕でした。お、F5、ああ、ケーブルが、ケーブルが。よし。GoPro も録画してるとケーブルがすごいことになるんですよ。こっち行けるかな。餃子好きですか。餃子大好きでございます。じゃあ、あと2、3枠で終わっちゃいそうですか。に、3枠まで行くかどうか。有賀峠に登るのが、どんだけかかるかな。アニメはちょっと見るぐらいかな。以前はもう少し見てたんですけどね。うわ、あれ大詐欺かな。第15くらいにランクインしました。あの白鷺でかい。おお。そしてこの距離で逃げるか。お、いらっしゃいませ。ニンニクでギンギンですか。ニンニクで大詐欺。大サギだと思うんですけど、今のサイズは。あのサイズは大サギか青サギだと思うんで。ん、バンビティ。あ、今回実は持ってきてないです。お、サギはよくいるね。サギいっぱいいますよね。福岡県古河市です。昔は春日郡古河町でした。これはまた。いや、今日あの泊まりです。山の上に泊まります。こりゃ怖いな。茅野高原ってどう見えますかね。あ、そうです。稲盆地かなを 見渡す絶景のはずなんですよ。天気さえ良ければ、ね、軽トラック以外禁止って書いてあるけど、軽トラックでも怖いな。これだいぶなんか腐ってますよ。妙な橋がたくさんありますね。わら、渡らないで。そう、ほら、この、この凸凹具合。いい橋だな。全部も完全木製で、冬の富士が渡ったら壊れそう。なんかあの鉄の釘じゃなくて、なんていうのかな、あの突き刺すやつで固定したらだけですね。あれ、軽トラ通ってたらいつか落ちそうです。よく流れないな。よく、これはここは長野県茅野市だと思います。まだ洪水で、あ、渡ったら向こう道なさそうですね。こっちもいい加減砂利道ですよ。長野県です。あ、そうそう、あのさっき後で言おうと思って忘れてた、あの GPS に国土地理のデータ取り込むツールの名前は、なんだっけ、 GSI なんたらだけど、 GSI っていうのは地理データのことだから検索できないな。なんで長野に行ったの。なんで長野に、あの茅野高原っていう絶景高原に行きたかったから。しかもそこは山荘があって、
うわ、なんかヤンバルクイナみたいなのが前走った。今のなんだ。あー、草むらの中に入って見えなくなった。今の黒いやつなんだろう。あ、前なんか見たな。なんて言ったっけ。うずらみたいなやつ。腹のさんはさすがに特急で来ないと。長野は、あ、結構ありますね。美しが原が結構古くからありますよね。あ、五時計でしたっけ。カメラヘルメットの上です。ヘルメットの、あ、そう、それはあの番組説明の一番最後の URL をに行くと全部あの写真とか入りで解説してます。もうあのページでまとめたのでそちら見ていただければバッチリです。ヤンバルクイナって植物だっけ。ヤンバルクイナは鳥です。へえ、こんな小さな川で船があったり、あとなんか大掛かりな仕掛けがあったり。今日はあの山荘に泊まります。大広間に泊まるんだったら1泊1200円で、今日は空いてないっていうんで2人部屋なんですけど、それでも1500円で。あ、サクリファイス読んでないです。あれレースのやつでしたよね。船が1匹だけ引っかかってる。あそここの船細っ。シースルーテント、あのカヤライズっていう製品がありますね。粗いテントにあの本当にカヤをテントの形しただけっていう、テントの形でカヤ作ったかな。あ、結構船あるな。ビョンってなって魚取れるのかな。あ、あのカモなんだっけ。顔が赤いやつ。顔が赤くてなんかピクンピクンしてる。 GoPro だとわかるかな。あの映像は、あの映像とかの鳥は泊まりティー。普通のカモじゃなくて、なんて言うんだっけ、バンってやつかな。大バンとかなんとかバン。一発1200円だって。一発1200円、いかにも。で、あの2人部屋だと1500円で、あと夕食がですね、2500円なんですけど。何の魚取るのかな。あの、泊まるのが1500円で、で、あの夕食が2500円なんですけど、山菜たくさんで、あのむちゃくちゃうまそうなんですよ。まあ足しても4000円だから私は夕食頼んでしまいました。安いですよね。イエス、サイクリング。あと上に行ったらですね、もう下で何か買っていく以外に店とかないと思うんですよ。開拓者じゃなくて前からやってる人はいますけどね。ヘルメットが、あ、確かにちょっと蒸し暑くはあるな。ヘルメットしてると特に今のヘルメットは深いから、あの画面が、あれ、そうですか。サイクリング、上り、ここに来るのに5000円近くで、5000円近くとか言ったら高いって言われるんですけど、いつもそういう時は飲み会に1回行ったと思えばっていうふうに言い訳しますね。私は山菜、そうか、時期的にもそうか、楽しみだな。手打ちそばもあるのかな。貯金ですね。あれ、わかりました。じゃあ冷凍してあるやつとかかな。各駅停車、各駅停車だと2時間遅れになるんで。そう、飲み会の値段でっていうか、飲み会はやっぱ皆さん感覚おかしいと思うんですよ。しかもあれ、食事なんか、食事というか食べるものなんかものすごくおざなりされてて、みんな飲んで喋ってるだけですよねって。まあそれが目的なんだけど、私は飲み会の時出てくるあの料理ほどかわいそうなものはないと思ってます。適当に疲れて大量に残されるっていう。往復、帰りは鈍行で帰ろうと思ってますけどね。明日の時間次第だけど。ん、境川サイクリングロード誰か走ってるのかな。ん、誰に言い訳。自分に。いや、自分にじゃない。ベスト、いや、それは勝手に読み上げますね。システムコメントなんで。それは私外したいな。外すか今度。正規表現で簡単に設定できるんで。あ、そうだ、コミュニティに参加しましたも消しとこうかな。それも私はなんかいつも答えてないので。1200、今ここも800近く、800近くありますね。
食事会、私は食事会の方が好きなんですけどね、ちゃんと食事味わいたい。飲み会の食べ物はまあ美味しいけど、なんかな、添え物扱いですよね、飲み会の時の料理って。親睦、まあ人によりますよね。はい、あ、ボタン押さなきゃいけなかった、危ない。ここに入れ、いや、あの放送の目的によると思うんですよ。あの人いっぱい集めて、あの盛り上げたいっていうのはそれでいいと思うんですけどね。私はなんかあの元からやりたいことが違ったんで。あ、しまった、歩道だけか、まあいいや。歩道でも車道でもどちらでも行ってしまうとちょっと卑怯な感じがするんですけどね。そろそろ何が？あの山を越えるのかな？あの山、どれかな？ちょっと曲り角を過ぎてからGPS をちらに。あ、多分向こうの方ですね。多分真っ直ぐの方。神さんが200くらいかな。大したことないはずです、最初は。どっち？コンビニはもうここから先はないと思います。ん？何パーセントで？歩道、あー、さっき登るか。ギア落としました。ん？私は全然ヒルクライマーじゃないですけど、峠は好きです。登るのは好きかって言われると微妙なんですけどね。下るのも好きじゃないんですけど、上に行った状態が好きです。到着したところはまだ途中の景色ですね。最近梨味のガリガリと梨味が石鹸。お、玉ねぎ畑。補給食はトッポしかないです。さっき暑さの中でホットコーヒーとトッポ頼んで、下りは、私あの下りのスピード出すの苦手なんですよ。危ないから。飲み会なんて。最近スメハラってのがあるようです。今ここはサーバー側はどうかなってるみたいですね。輪行者は他にいましたか？輪行者は八王子まで、あの誰かいましたね。多分ロードの人が。あ、いや、フラットハンドルだったな。伊勢と天に乗るのは好きでしょ？笑。商店。夏は熱射病にならない。熱射病は、暑くてちょっと気分悪くなることはたまにありますね。あの、ずっと太陽の元にいるので、サイクリングしてると。どのくらい？今のシャドウは、78% ぐらいかな。スメルハラスメント、あー、なるほど。匂いに関して言うと、私は匂い気にしない人間になりたい。そうなってないけど。こんにちは。ほんのちょっとした無理なのに、うわ、まあ今日は時間は余裕は少しあるはずなんで。あ、そばの花。スメハラっていうと化粧の匂いが一番気になる。私も化粧はまあちょっと気になるんですけど、あの風呂に長らく入ってないような匂いっていうのは本当にあのきついですよね。でも本来人間はあれの匂いには耐えられるはず。口臭が一番嫌ですね。口臭か。でも本人にどうしようもないものだったら、こんにちは、こぼすけ。なんかけなすのもためられるんですよね。こぼすけさんいらっしゃいませ。よいしょ。北海道行ったら、7月、8月ぐらいかな。見渡す限りそば畑ってなりますよ。バイク。幌加内町とか。バイクでした。あ、人種、それもありますね。匂いは本当に、慣れてるかどうかによって全く違うのもあるし、
大丈夫かどうかが。ハーレーか。ハーレーですかね。デカめの感じでしたけど。中央道をくぐった。中央道はこれからですね。ハレー地図見やすい。ハレーズコメットですね。台東ですね。ロボさんは幸せもんだ。白人は臭い。峠から南アルプスにいるかな。おかげばかり食べてた時。峠、あ、有馬峠どうだろう。そう、本当に匂いは鈍感になりたい。もちろんガス漏れとかに気づかないようじゃまずいけど、それ以外、うわ、おっと、久々にあったチェーン落ち。よし、これでチェーン落ち。ちょっと待ってください。ボロボロ手袋。あ、大丈夫です。巻き込んでガチッと割ってしまわなければ大丈夫。チェーンリーン、よいしょ。よいしょ。よし。イベント使い込んでメンテしてないです。それは新しい手袋買った方が良くない。新しい手袋買った瞬間になくしました。あれどこ行ったんだろう。配信剣道どうだろう。チェーン伸びそうですね。そうかも。これで買ったグローブはどっか行った。部屋のどっかに埋もれてるのか、輪行するときに駅に置き忘れたのか、多分そのあたりだと思うんですけどね。部屋の中でも、でもまだいろいろ物が積んであるから、何かの下敷きになってるのかもしれない。全員、そうそう、みんな慣れてれば大丈夫。チェーン全然してないです。油を刺すときに多めに拭いて、拭いて。ちょっと散らかりすぎです今。そこが今フロントのギアを一番軽いのにしてしまいました。後で疲れないことが重要だから私の場合。配信メンテ配信怖いですよ。エア配信はちょっと今できないな。人格疑われるから。車の何？チェーンギア。まあ止まりますよね。有馬峠まで行ったら、そこから先エリア的にはスプロケとチェーン同士交換。我々掃除配信はフロントはミスか。プトチェーンはママレモンとかで洗うの。どこまでか。ひとつトマト。よっと。そろそろ電波怪しくなってきた。早いの、まだエリア内だと思うけど。そういう地名は画像に頼ってます今は。ベクター地図はもう今表示オフにしてます。国土地理のデータがあったらそんだけで十分いけますね。で、長野のデータだけで500メガぐらいだっけ。プチプチはみんなだと思います。さて、どんだけいったら峠なんだっけ。まだ少しあるな。今回日本海はないです。スーツか。まあこの枠までですかね。治った。何の香り。あともみじ湖っていうところに行ったら一枠だけやろうと思ってます。あそこだけスポット的に電波あるので。切れて見えました。諏訪湖こっちからだともっと見えるかな。おお。疲れないように疲れないように。そろそろ通常配信にしてももうあんまり
場所がわからない。ありがとう。ではグーグル知らないって良いかやく。あ、知らないですか。ちょっと見たいと思いました。すっきりした気持ちで見れる良いかやく。やった。画像で現在位置割り出すのあるよね。え、画像で？苦手ですか？こんにゃくか。私は暫定つけんじゃないので、こんにゃくは大丈夫です。はあ、そうか、色はやっぱ濁ってますね。茶色と緑色の間みたいな感じ。ロボさんち上り坂でハーハー言いながらもペース落ちないね。ペース、そうですかね。足つきまくってますよ。あ、そっか、ペースは変わらなくて、止まるのが多いんだ。え、アルバ峠？本当ですか？今日は留してないです。朝ごはんおにぎり、コンビニの。ガーミン脱獄、いや、脱獄の話言ってたのは iPhone ですね。ありがとうね、きっついで。で、あの、このガーミンも、あの、正規品じゃないパッチを当てて、ファームウェアアップデートしてるので、保証はなくなっても好きに使ってるって状態ですね。その場合それは違反になるのかな。 Z さんグレーだって書いてたけど、にしてもこれ強力ですよ。5万図とか2万5千図がそのまま表示され続けてるわけですからね。まだきついかな。峠はどこだっけ。喉乾いた。電波相当きついですね、これ。鼻油かな。鼻油だ。1割出す。あ、1割出すか。今のところは憂いなら やっぱりあの市街地が見えなくなってるから電波も届いてないのかな。お、これセミの声かな。そう、ちょっと長野です。今は電波解消ですよ。あ、電波来てます。下りになったらそこが峠です。下りにですね。ガーミン日本も貸しないと言ってたよね。以前にどっちは今ガーミン、あ、ガーミンはですね、ホテルあるはず。日本語化だけは あのフリーで公開されているフォントをあの加工して入れるだけで認識されます。あれもあのデータとしてなんかその著作物を不法に使ってるわけではないので、フォントは大丈夫なはず。で、ガーミン本体にもそれ手かけてないし、フォントに関しては。ゴキゴキラグすごいな。免許は普通免です。普通免、原付と普通自動車はあの視覚的には運転できます。もう暑くなってきた。風が全然ない。昼クライム中です。
では、何で先か。シュークライム、クリームか。今日はこの後、そこそこの峠があと、今この登りどころじゃないのか2つ残ってるんで、今疲れるわけにはいかない。スケさんが下回ってて、今映像いってんのかな。峠まではエリア地図上は電波あるはずです。でも横浜の街中で途切れたりすることもあるから、何とも言えない。あと5かな。了解です。もうこの枠までですね、放送は。独面、独身面か、独身メンズ。ああ、登ってる。すごい。これは、この辺りは橋なのかな。ちょっとこの道はほとんど車来ないかと思ったら意外と来ますね。あ、東半車線がある。まだ見えないな。アラート逃しましたが、ダブルはコツです。お、いらっしゃいませ。声が言ってるかどうかわからないですけど、いらっしゃいませ。今時の医者はちょっとロボさんみたいな顔してませんよ。スカイツリーでやってるよ。そっか、スカイツリー。316、秋葉のベルバラで自作イベントやってるよ。秋葉のベルバラっていうのが、何、道の名前かな。ところで明日も配信するんですか。明日は午後からぐらいだと思います。高遠からで、こう言ってますか。スマックの近く。自作パソコンのスマホで自作パソコンだと。グレーなら自首してください。グレーなので自首しません。あっち、大した日差しでもないのに。自首ですか、わら。まあ、そのガーミンについてはグレーパッチを適用したことで保証外になって、データの方は、あ、お疲れ様です。個人利用に関して言うと、国土地理は確か OK じゃないかな。ヤフーの方はどうだっけ。あ、お疲れ様です。 Z さんが何か書いてたな。電波気合い。じゃあ今日放送は一旦ここまで。
高等か。高等。あ、高等か。それだと公園って読みそうなもんだけどな。ってことは声は言ってるんだ。峠まで間に合わなかったですね。まだしばらく登りか。これが杖月峠の方ならこの後すごい景色が見られるんですけどね。一応明日の帰りの道で杖月峠に寄るつもり。近道。あ、お疲れ様です。早速ここにボートが。お疲れ様です。あ、楽しい、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ。歯入ってます。あ、そっか、これ GoPro だけ充電し続けるケーブルがないや。全部束ねてテープで巻いてるので、ウェブカメラ用のケーブルなんか全部今束ねたままで走らないといけない。もう一本買っとくか。1メートルの延長ケーブル。あ、そうだ、PC は切っとこう。あ、いや、PC 切っちゃダメなんだ。録音してるから。これは、PC 入れたままでいいかな。いや、やっぱり GoPro につないだ方が、後々編集しやすい。それで、これで一旦放送は、あ、放送はじゃないや、 GoPro の本体の音声にしばらくなります。で、すぐつなぎ替えたら音は綺麗に入るので。これで GoPro にマイク直結して、でPC で別途録音してた分は、あ、また PC うなってる。やばいやばい。こっちは録音終了して、で、PC ダウン。スリープ。ケーブルを横に束ねて、よいしょ、きちきちすぎる、よいしょ。あ、ダメだ。これよし。で、ウェブカメラは、ウェブカメラは、マスキング。あ、砂がついたかな。マスキングテープで保護して、あ、そうか。そうすれば、ウェブカメラがちょっと入りにくくなったかな、画面に。
ウェブカメラの傾きは、あれかな、ヘルメットは大丈夫かな。だいたいこのヘルメットは被ってるし傾いて気づかないんですよね。よいしょ。じゃあここからは基本的に何か見るべきものがあるまではあんまり喋りません。風が涼しい。権現様、うわ埋まりかけてる。ここ鳥居もてっぺんがない。それかああいう鳥居なのかな。うわ、きつっ。あ、もう少しだ。ハナブハナブ、ぴったりついてくる。で今カメラに映ってないか。
目の前だったから。あ、そっか、 GoPro のレンズの方にも今油がたかってるかもしれない。意外にこのレンズが大人気なんですよね、光るものが。ふう、あ、これ今日一日これじゃ足りないかな。途中市街地もないしちょっとまずいか。今この500ミリリットルの麦茶しかないので、やばいな、自販機もないな、この先。まあいざとなったらリスク覚悟で湧き水かな。あ、これ杉の葉だ。そう、これ全部杉林か。あそこ右曲がった先か、峠は。この下にこの石仏が安置されています。ここに何とか捨てられますか。見えないな、ここからだと。蝉の声らしきのは夏っぽいな、もう。お、松の屋か。水場はなさそうですね、多分。これか、火通し。
腕の日は特にないかな。アルガ峠ってさっきコメントで言われてたな。アルガ峠、あ、バス停がある。バス通るのか。あ、ん？あれ店か。自販機ないか。自販機。なさそうだな。電話機はあるけど。諏訪湖の森。ないな、自販機。なんとかかんとか上っていうのが消されて。アルピコグループ。アルピコ交通。1。1日3本か。あ、レストランとかあるから、これ上に行けば自販機ありそうだな。うーん、あー、でもだいぶ登っていかなきゃないのか、これ。ぐねぐね登っていった。あ、これずっと向こうかな。Google マップでチェック。あ、もう電波ないか。 あった。あ、やっぱだいぶ向こうだ。足使えないというわけでスルー。ああ、うん、あー、気持ちいいな。下りは苦手だけど、これは涼くて気持ちいい。濃いかね。全体取って、その背中を水面から出しながら泳いでる鯉みたいなのが取れたかな。座禅僧の里公園。あ、自販機あった、ラッキー。あの自販機来てるよな。大丈夫だよな。あ、よかった。よしよし。しかもこのラインナップすごいな。100円で500のマルスミネラル。ハイポトニック飲料。
あ、そうそう、さっき昼食、あ、昼ご飯食べた時に1000円札使ったら5000円札しかない状態になるとこだったんで、5000円札の方で払ってきました。結構こういうサイクリングとかツーリングで自販機しかないようなとこ通るときには、あの小銭とか千円札がなくなるのはかなり致命的です。お金はあるのに飲めなかったりするから。でこれを少しでも冷たい状態が持つように、タオルにくるんで、あとちょっとエネルギー補給。うん、よかった。見たことないのが結構多いな。あ、人がいた。涼しい。今まで23キロ、立つのまで8キロ。あー、普通の集落あったな。
完全に山の中の道ばっかりだと思ってた。バッチリ自販機もある。これは、あ、これ店じゃないのか。なんか商店みたいなの、お、木の宮蔵。商店みたいなのはないですね。これ豆かな。これ稲との間行き来してんのかな、車は。あれ、これもみじ湖までずっと下るんだっけ。ん、もみじ湖までというか、これは大幅に、大幅にミスコースしてる。しまった、峠からまっすぐ下ってきてしまった。上り返しだ。間に合うかな、宿は。やば、どんだけ今間違って下った。どっち登っていったらいいんだろう、これ。やばいな、こりゃ。どんだけロスしたかな。とりあえずちょっと手前から向こうに入って、いかんな、気持ちいいからって GPS 全く見てなかった。やばい、ってことは電波あるのかな、ここは。とりあえずミスコースしたことをツイートしとこう。これツイッターとかやってると動画上はかなり見ててたるいんですけどね。3キロぐらい降りてきたのか。まあまだ致命的じゃないな。そうだ、まず電波があるかどうか。あ、ある。また GPS 見てなくて、3キロほどミスコース、ミスコース、しかも下り、下り、下
で画像添付して送信。よくないけど、よくないけど、さっきの自販機があったところがミスコース上だったらこっちに来た意味あることになるかな。として復帰しようとすると結構な山越えになってしまうな。どうだろう、この外方の距離は1キロぐらいですか。上りだからせいぜいあと100メートルかな。地形図す、この等高線の間隔を覚えてないから標高数が計算できない。覚えとかないとな。この道か、一宮グランとこだ、さっきの。この山か、これ越えて向こうの川沿いに出たら川をずっと登っていって、それで元のルートに合流か。やった。よいしょ。あ、そうだ、ツイートできたかな。お、トトンボ。細くて映らないけど綺麗というか色も分かんないぐらい細いな。灰色かあれ。この道もなかなかいい。あ、向
ここまず車通らなさそう。あ、ゴミ虫か。あ、ここは杉林じゃなくて景色が明るい。こういうところはマイクを少し離して景色の音優先した方がいいのかな。ちょっとやってみよう。どこにつけたらいいんだろう。バックにつけてみよう。あ、ダメだ、長さが足りない。すごいな、こんな山の中まで聞こえてくるほどの大声の人が集落にいる。大声というか笑い声の人が。あ、もうすぐ頂上だ。
もう、よし、あそこまでかな。すずり市だ。地名がすずり市区。あっちも同じ内容。それが石に掘ってある。内の草木等の採取、石等の石の持ち出し禁止ってことは、これはすずり石の石のことか。そう、すずりなりなんなりになるためのなるその原料の石が取れるってことですかね。ああこう。鳥の声が綺麗だったんで息を抑えてみましたけど、入ったかな今の鳥の声。このマイクなんか高音があんまり入らないので、ふう、川はどれだ。これでいいよな。こんにちは。お休みどころ。団子茶コーヒーってどこのことだ。ここか。あ、本当だ。すずり市の森、自炊の宿、山荘。あ、
やってんのかなこれ。まあ今ちょっと、あ、犬ミスコースして焦ってるんで寄りませんけどね。こっち見てる。微動だにしない。この分岐は右行ったらね、山登って、山登って合流はするけど、ちょっとアップダウンすごすぎるな。どうだろう。いや、途中これ山道だな。よし、まっすぐ。石碑探訪というほど案内板。駐車場？あ、福寿草の里。あれ、コミカの前とか通ったっけ？ないか。山荘に6時に着くためにあと3時間20分か。お、天文台みたいなのがある。あれは天体望遠鏡なのかな。確かにここだったら周り山に囲まれてるから光が安くなさそうですね。この家の中なのかな。あれは ガンライトつけっぱなし。 GPS の。よし、もう少しで復帰。
この道もいいな。お、これ薄葉かけろうか。もう色がついたようなやつ。あ、あっさり離れたな。指先に止まらせようとしたのに。この先は右にショートカットするとなんか四角い道がある。なんかの建物かな。これは水道管。お、なんか逃げた。水道管？じゃあ水道排水池、排水池。もうちょっと先だな、まだ。あれ、道ない。というかなんかの敷地になってるのか、これ。なんだろう、ここ多分草地にしか見えないけど、かすかに道らしいものがありますね。あれ、キノコか。あそこだ。これはキャンプ場か。かな。なんだあの掛け声。ん？1212って言ってるのか。なんかの訓練の声が聞こえる。これだ、予定ルート。予定ルート復帰。さっきのすずり青年広場か。青少年広場。あ、キャンプ場もやっぱりやろうか。
30分以上ロスしたかな。うわ、だいぶ止まりしてる。これ多分下って一緒のところだな、さっきの峠から。うわ、刺さってる。山火事注意の看板かな。映らない。よし、映った。あれ、掛け声が聞こえなくなった。諏訪松本ナンバーばっかり。これか、諏訪リトルシニアリーグ専用球場、明星グラウンドの練習か。さっきの声はこの奥みたいですね。わあ、水場所が入ってそうな湿地帯。あれは勝負かなんかか。黄色いけど。なんかの跡地。乗ってないか。ん？あ、これまっすぐ行ったところにやっぱりなんか建物がたくさん建ってた跡がある。ん？なんだろう、集落がなくなったとことかじゃないですよね、この感じは。何の敷地だったんだろう。全山きのこ、ん？全山きのこ山につき？やっぱりだ。全山きのこ山につき入山を禁じます。きのこの里だ。あ、違う、きのこの山か。里はたけのこだ。あれ、ここもなんかゲートがあるな。なんだろう、このエリアの中。
あ、そうだ。後で合成するために、GPS 画面撮っとこう。あ、違うか、青筋焼きじゃない。別の蝶だ。まだそんなに本格的に暑くなくて、山走るのはいい季節。よいしょ。これもう少し行ったら、下りなのかな。
休憩所。ちゃんとトイレもある。こういうとこの使っちゃまずいんだろうけど。これさっきもあったけど、ドラム缶利用したあの滑り止めの砂とか、あと凍結防止剤なのかな、エンカルとか入れるもんですね。あ、そうだ、GoPro ちゃんと録画継続できているか、大丈夫か。バッテリーは、あ、バッチリだ。頭にバンダナ巻いとくと、かいた汗が目とかに入ってこなくていいです。これ USB の端子が真後ろについてたら、もうちょっとその給電用のケーブル、 GoPro の給電用ケーブルを目立たせなくできるんですけどね。でも真後ろバッテリーがあるか。ピークかな。あ、全然下りじゃないな。ここもバス来てるのか。さっきの1日3本のバスが、1日3本か、あの曜日によって違って1日2本、1、2本なのか。登る登る。
この先また谷筋で下りだ。ここもキノコ山だ。おお、車が来るとは。この辺りも杉だ。延命水、延命水200m か。延命しとくか。この手の形が適当すぎる。どのぐらい下るのかな。おお、あ、音経緯は。クリスタルラインのあたりのつば黒岩ともちょっと似た感じのでもないかな。よいしょ。あ、デジカメのバッテリーが。これはページと書く、ページっていうが、何ページとかの項の結眼ってやつかな。ミルフィーユみたいに薄っぺらいのがいっぱい積み重なってる、重なってるんじゃないか。ああいう風に石ができてんのかな。おお、おつつつつつ。あった、あれか。おっ、うわ、あ、こっちか。これまたこじんまりとして綺麗な。あっちは普通のあずまやか。麦茶のペットボトルが空いてるからこれに詰めときます。よし。水なんで美味しいかどうかっていうのはあんまり分かんないですけど、美味しいかな。まあ、あとせっかくなんで顔洗っときます。このサイクリングの途中で
顔を洗うと、体を洗ったわけでもないのに妙にリフレッシュされるので、これで映ってるかな。